こんにちは、うりさんです。 TBS 系毎週金曜日夜10時から放送のドラマ100万回言えばよかった第8話考察動画です。過去の考察が気になるという方はチャンネル登録していただいて再生リストをご活用ください。さて今回は8話の時系列、英介ときなり、直樹に何があったのかという順番で考察していきますので最後までお付き合いください。8話の時系列。2月27日月曜日午後3時27分、千代の隣の家でリオがリカから古いスマホを借りる。明日の28日、リカに力になってくれる人がいるから逃げるように言う。夜、リオが武藤千代の本宅で田中きなりから顧客名簿を渡され写メする。きなりが鈴鹿をやったと自白。千代に見つかり、きなりがリオを殴って気絶させた。2月28日火曜日午前6時8分、隣の家からきなりがリオを車に運び込むところをリカが目撃。リオに言われた通り、リカがユイの店を訪れ千葉の祖母の元へ避難。午後4時56分、武藤千代が残りの少女たちに300万を渡す。好きなところへ行けと言うが、ここでのことを言ったら殺すと脅しているということでしょう。リオを車に乗せたきなりと英介が18年ぶりに会う。3月3日金曜日、リカが児童相談所に一時保護されることになる。3月5日日曜日、車の中から田中きなりの遺体と一酸化炭素中毒で意識不明のリオが発見される。3月6日月曜日、捜査会議。2人は練炭自殺を図ったとされる。車内には鳥野直樹が尾崎リオに渡したとみられる私物と現金500万、睡眠薬のパッケージ、直樹を殺害した凶器とみられる剪定バサミが残されていた。使用していたタブレットの通信記録から相馬由衣襲撃事件の実行犯と連絡を取り合った形跡と殺人を想起させる記述のメモがあった。英介が尾崎リオの病室を訪れ、由衣と喫茶店で話し、マサルの家に行こうと由衣を誘う。ゆずるが田中きなりの横浜南少年鑑別所収容記録を調べ、身元引受人が池澤英介だと分かった。ユイがエースケと一緒に古い時計を外す。ユイがエースケと一緒にいることを分かったユズルが電話でユイに直樹をエースケが殺した可能性があると告げる。ユイがグミオのことを思い出し、エースケにどうしてと言う。直樹の吹く口笛の音で幽霊の直樹がユイのそばにいるとエースケは思った。リオの意識が戻り始めて第8話終了。英介ときなり。平成16年2004年、リオと関わっていた組男は池澤英介確定でした。田中きなりが逮捕されたのが平成17年2005年10月2日、英介が身元引受人となったのが10月5日。その時の英介の住所は神奈川県横須賀市で、当時19歳だったきなりを雇用主として身元引受人となりました。英介は武藤千代のことを母親だろと言っていましたが、血のつながった親子なら千代がきなりの身元引受人となっているはずです。なのでグミオとして千代とつながっていた英介がきなりの身元引受人となり、千代のもとへ自分の代わりの駒として届けたのではないでしょうか。17歳だったリオが持っていた500万は武藤千代が仕事で掴んだ金ということで間違いないでしょう。お札に名前が書いてあるわけじゃないので、きなりがリオに渡した500万は新たに支払われた口止め料だと思いました。20年経って武藤千代がまた同じことを始めたということは、千代が石岡の息子という太客を確保したからでしょう。千代の呪縛から逃れたいきなりは18年ぶりに英介と再会し、千代の顧客名簿を持っている。悪事を暴きたいので助けてほしいと英介に頼んだと思われます。きなりが言った周りの全員汚してでも自分だけが何が何でもクリーンでいようとする、
悪い人間は考えることが同じというセリフが全てで、子供たちに安心できる居場所をという英介の支援アドバイザー活動も隠れ蓑に過ぎないのかもしれません。そんなきなりとリオを練炭自殺に見せかけて消し、千代の顧客名簿も奪ったのではないでしょうか。結果、直樹の件も田中きなりがやったということで、被疑者死亡のまま書類送検となりました。直樹をやった凶器の剪定バサミ、リオの私物と500万を車の中に置けるのは池澤英介以外いないと思いました。直樹に何があったのか。英介がユイをマサルの家に誘った理由が、マサルの家の跡地を子供の居場所にする申請を出して、もうじき市の方から許可が下りる、計画を教えるから直樹に伝えてというものでした。距離的にハチドリからマサルの家はおそらく車で50分くらいでしょう。マサルと英介の関係ですが、きちんとした里親というわけではなく、単に家出してきた英介を何回か住まわせていただけなのか、それとも警察がユイたち以前の里親関係を調べていないだけなのかは分かりませんが、英介が広田夫妻の世話になったことがあるのは間違いないと思いました。ところで武藤千代は神奈川県横須賀市の名士で、隣の一軒家も所有しており、いざという時の長女たちの避難場所を確保していました。2004年に英介が千代のもとで組男として悪いことをしていたとしたら、そのことも知っていたと思います。ここが完成したら大勢の子供たちを救える、事業が軌道に乗ればもっといろんなことができる、少しずつ夢が実現していると直樹にも言ったんだと言った途端、英介の様子がおかしくなりました。英介の話は、マサルの家を解体し建て直して施設を作ることが前提でした。マサルの家は庭もあるし畑もあります。もし英介が避難場所もあるような施設を作ろうとしていたとしたら、直樹は自分が住んでいたので、マサルの家がどのくらいの広さなのかわかるでしょう。ちゃんと里親の手続きをすれば、連れ戻そうとしに来る親はいないと思います。英介は自ら墓穴を掘るような言葉を言ってしまったのではないでしょうか。私でさえなんで解体する必要があるのか、作り直す費用はどこから出てくるのか疑問に思ったくらいなので、直樹もそう質問したのかもしれません。何度もお話ししていますが、剪定バサミが凶器だったとしたら突発的なことでしょう。そして8話では再び古時計のくだりが出てきました。ちょうど古い振り子時計に直樹が手を伸ばしている状態になったとしたら、身長180センチの英介が直樹の右の腰をさせる位置です。そして倒れ際に正面から心臓を刺し、テーブルの上の紫色の花をつかむ感じで倒れることになります。直樹の死因は出血性ショック死だということだけで、打撲の跡があったとか体内から睡眠薬が検出されたという報告はありませんでした。なので1月13日金曜日午後2時、直樹は自分の死で英介と一緒に何も疑わず車で勝の家に行ったと思われます。しかし15時26分のリオからのメールには返信していなかったので、この時すでに亡くなっていたのではないでしょうか。そして死亡推定時刻の午後5時から7時というのはかなり寒い山間部に放置されていたので、私はいずれ変更されると思っています。あとは証拠ですが、リオが目を覚ましそうだし、9話のあらすじによると英介が直樹との間に何があったのかを語り始めるようだし、英介さんがやめてくださいと言っているので、直樹は再び英介がこっちに行ってしまうのを止めたのではないでしょうか。9話でサスペンスパートはある程度解決し、最終回で直樹とユイがどうなっていくのかが描かれるのではないでしょうか。私は直樹は生き返ることもなく、ゆずるの体をもらうこともせず、しっかりと自分の思いをユイに告げると消えてしまうのかなと思っています。さて皆さんはどう思いましたか。
コメントで教えてください。チャンネル登録しないでご覧になっている方はこの動画が見つけやすくなりますので登録の方よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた何かの動画でお会いしましょう。バイ。